仙台市は市立の小中学校の授業時間を確保するため、今年の夏休みを8月8日から11日間に短縮すると発表しました。仙台市の郡市長は今日の会見で、授業時間を確保するため、市立の小学校・中学校の夏休みを本来の35日間から短縮し、8月8日から18日までの11日間とすると発表しました。仙台市では新型コロナウイルスの影響で授業開始が来月1日となり、およそ50日分の授業日数が足りなくなっていて、冬休みの短縮も検討しています。また、延期となっていた入学式については、小学校などは来月1日に、中学校は2日に行います。給食については、3日からパンと牛乳のみの簡易給食でスタートし、8日から完全給食とする方針です。